パラリンピックは国際パラリンピック委員会が主催する身体障害者、脳性麻痺、視覚障害、知的障害を対象とした世界最高峰の障害者スポーツの総合競技、大会、オリンピックと同じ年に同じ場所で開催されるアテネ大会から下級オリンピックと共同の開催組織委員会が運営するパラリンピックは IPC の登録商標であり、 各国に委員会を設け、商標の保全を義務付けている。日本においては、元厚生労働省所管であった、公益財団法人日本障害者スポーツ協会の下に日本パラリンピック委員会が設立され、商標保護に努めるとともに、日本選手団の派遣事業を行っている。日本国内において、パラリンピックという文言を使用するためには、 日本障害者スポーツ協会の承認を必要とし、オフィシャルサポーターと呼ばれるスポンサー契約を結ぶ必要がある。なお、文字数の関係でパラと省略したり、パラ五輪と記載するメディアも存在する。オリンピックの直後に同じ場所で開催するという IPC の戦略が走行し、格段にマスコミに取り上げられる率が高く、数ある。 障害者スポーツ大会の中で現在最も知名度が高くなり商業的にも成功を収めつつある。また開始当初は車椅子使用者のために実施されてきた大会がその他の障害者にも拡大されていった大会で同じ障害者スポーツの競技大会ではあるがデフリンピックやスペシャルオリンピックスとは別の理念と歴史が存在している。日本では 長らく厚生労働省所管となっていたが、文部科学省に移管され、オリンピックとの一元化が図られることとなった。詳細は、障害者スポーツを参照20世紀初頭から散発的な障害者スポーツの大会は記録されているが、当大会の期限とされているのは、1948年7月28日、ロンドンオリンピック開会,会式と同日に、 イギリスのストークマンデビル病院で行われたストークマンデビル競技大会とされる。これは戦争で負傷した兵士たちのリハビリテーションとして手術よりスポーツをの理念で始められたものである。ストークマンデビル病院には第二次世界大戦で脊髄を損傷した軍人のリハビリのためのトガが専門にありドイツから亡命したユダヤ系医師ルートビヒグットマンの提唱によりこの日 車椅子使用入院患者男子14人、女子2人によるアーチェリー競技会が行われた。この競技会は当初、純然たる入院患者のみの競技大会であったが、毎年開催され続け、1952年には国際大会となり、第1回国際ストークマンデビル競技大会が開催された。1960年にはグッドマンを会長とした国際ストークマンデビル。 大会委員会が組織され、この年のオリンピックが開催されたローマで、第9回国際ストークマンデビル競技大会が開催された。この大会は、現在、第1回パラリンピックと呼ばれている。第2回大会は、1964年にこの年の夏季オリンピックが開催された東京で、第13回国際ストークマンデビル競技大会が行われた。大会は2部構成で、第一部が、 国際ストークマンデビル競技大会第2部はすべての身体障害を対象にした日本人選手だけの国内大会として行われた。現在、国際的には第1部のみがパラリンピック東京大会とされているが日本国内では第2部の国内大会を合わせて呼ばれることがある。当大会をオリンピック開催都市と同一都市で行う方式は 東京大会後は定着せず一旦中断することとなり、1972年のハイデルベルク大会で復活する。1976年、国際ストークマンデビル競技連盟と国際身体障害者スポーツ機構との初の共催でトロント大会が開催され、同年、第1回冬季大会、エーンシェルドスピーク大会も開催された。1984年のニューヨークアイレスベリー、 大会は当初アメリカの2都市での開催予定であったが、諸事情により2国開催となった。1988年、ソウル大会より正式名称がパラリンピックとなった。また、国際オリンピック委員会が当大会に直接関わる初めての大会ともなり、この大会からは再び下級オリンピックとの同一、地開催が復活した。なお、冬季大会が、 東京オリンピックと同一都市で開催されるようになるのは1992年のアルベルビル東京大会からである。1989年には IPC が設立され、これ以後継続した大会運営が行われるようになった。IPC 本部はドイツのボンに置かれている1998年長野パラリンピックにおいてクロスカントリースキー種目だけだが、 初めて知的障害者の参加が認められ、その後の種目採用の拡大が期待された。2000年シドニーオリンピック時に IOC と IPC との間で正式に協定が結ばれ、オリンピックに続いて開催されることと IPC からの IOC 委員を選出することが両社間で約束され、オリンピック開催都市での開催が正式に義務化された。一方で、長野大会で参加を認められた。 知的障害者について、各大会でも数種目を採用されたが、そのうちのバスケットボールの試合で、スペインチームが複数の健常者を紛れ込ませて、金メダルをさらう不正行為が発覚した。これにより、スペインは金メダルを剥奪され、それ以降のすべての大会、参加種目において、知的障害者が一時参加できなくなった。2001年には、IPC と IOC は、 スイスのローザンヌで合意文書に調印し、オリンピックとの連携を強化した。2008年夏季大会、2010年冬季大会から運営、経済両面においても IOC は IPC を支援。また、構成や保護を強化するとともに、組織委員会はオリンピックの組織委員会に統合されることになった。2012年ドンドンパラリンピックでは、陸上競技と水泳、 卓球の3競技でシドニー大会以降参加できなくなっていた。知的障害者が12年ぶりに復帰し、2016年リオデジャネイロパラリンピックでも引き続き実施された。その反面、2014年ソチパラリンピックには知的障害者は参加しておらず、2018年ピョンチャンパラリンピックも同様である。パラリンピックの後はもともとパラプレジアオリンピックの造語であったとされる。 IPC によると、ストークマンデビル競技大会を指して、ペリリンペックの語を使用したことが最初に確認できるのは、1953年のイギリスの新聞の見出しであるが、その名称の由来は不明である。国際ストークマンデビル大会には、各大会において、愛称が付けられることがあり、1964年の第13回国際ストークマンデビル大会では、 パラリンピックの名称が考案され、大会のポスター等にも使用された。1976年のトロント大会では、脊髄損傷者に加え視覚障害者と切断の選手が出場したことから、オリンピアード・フォー・ザ・フィジカリー・ディセイブルドやタランテ・リンピドなどの名称が使用された。IOC は1985年にパラリンピックを大会名として用いることを正式に認めた。同時に、 すでに半身不随者以外の身体障害者も参加する大会となっていたことから大会名の意味をギリシャ語のパラの語源オリンピックとしもう一つのオリンピックとして再解釈することとした。これに伴い1988年のソウル大会からパラリンピックが正式名称となるとともに1960年のローマ大会以後の国際大会を訴求的に パラリンピックと表記することになった。詳細は、パラリンピックシンボルを参照パラリンピックの、旗大会の象徴であるマークは、人間の最も大切な三つの構成要素、心、肉体、魂を、赤、青、緑の三色で表している。1988年のソウル大会で初めて、この旗が使われた時には、青、赤、黒、緑、木の五色であったが、 オリンピック期と区別するために、1994年、ディレハンメルパラリンピックから3色の旗に変更された。そして、2004年アテネパラリンピックから3代目となるロゴに変更され、現在に至っている。ちなみに、2008年北京パラリンピックでは、シンボルの形、色は同じであるが、3色の意味を、中国式に赤を点、青を地、緑を人としていた。 シンボルの変遷第1回大会から第10回大会までの参加国数及び参加人数は厚生労働省の発表による数値第11回大会以降は J プッサの発表による数値第1回大会から第7回大会までの参加国数及び参加人数は厚生労働省の発表による数値第8回大会以降は J プッサの発表による数値 各競技種目は、同一レベルの選手同士で競い合えるようにするため、障害の種類、部位、程度による、クラス分けが行われている。競技種目によって異なるが、陸上競技であれば、視覚障害、死体不自由、知的障害などに対別され、死体不自由でも、原因が、脳性麻痺であるか手足の切断であるかなどで区分され、さらに障害の軽重により、 種目ごとに及ぼす影響で階級化される。例えば、死体不自由などの障害の場合は、リンウッド等の競技ごと、障害の種類ごとの記号度合いを数字で表す。障害種は、運動機能障害、脳性麻痺、切断など、視覚障害、車椅子などがある。2017年現在、知的障害者に関しては一部の競技に参加できるが、聴覚障害者、 精神障害者は参加できないため、それぞれデフリンピック、スペシャルオリンピックスに参加している。ロンドンパラリンピックにおいては、陸上競技トラック種目の階級は、T11T13 は、視覚障害、T32T38 は、脳原性麻痺、T42T46 は、切断、機能障害、T51T54 は、脳原性麻痺以外の車椅子使用者となっていた。 さらに、T11 及び T12 の選手は伴走者と競技を行うことができるなど細かいルールが定められている。一方、視覚障害者のみによる競技である柔道は、障害によるクラス分けはなく、オリンピックと同様に体重別クラス分けのみとなっている。スキーのアルペンスキーとノルディックスキーは障害の部位、程度によるクラス分けを採用、クラスの数だけ金メダルが与えられたが、 鳥のパラリンピック以降、立位、在、視覚障害の3カテゴリー制となり、金メダルもカテゴリーごとに与えられ、金メダルの価値を上げ、競技性を高めた。クラス分け障害の度合いに応じて、階級を分ける。障害のクラス分けがあるために、100メートル競争の金メダルは男女合わせて10個以上にもなる。このため、メダルの価値が1個のみと比べて、低くなってしまうという見方がある。 そこでメダルを少なくするために近い障害部位の間で階級を統配合するという動きがある。しかし、階級を統配合すると障害部位で有利不利ができてしまう。委員会としては競技の公平とメダルの価値という難しい選択を突きつけられているとも言える。2006年の鳥の大会ではメダルの数を減らすため、障害の度合いによってポイントが加算された選手が競い。 総合特典で競うルールが採用された。第二次世界大戦による、将棋軍人の社会復帰を進める目的で発症したため、福祉的側面から捉えられることが多かったが、次第に、福祉的側面よりも、競技としての性質が高まり、陸上競技や車椅子テニス等で、プロ選手が誕生し、障害者アスリートという言葉も使われるようになり、 競技スポーツとしての側面がクローズアップされてきている。また競技性が高まるに従い、福祉ではなく、スポーツ文化としての理解と支援を求める声が強まっている。日本では、日本オリンピック委員会は、文部科学省が所管し、日本パラリンピック委員会は、厚生労働省の所管とされてきたが、2014年4月より、文部科学省へ移管され一元化されることが、 厚生労働省社会援護局障害福祉部企画課自立支援振興室により発表された JOC と JPC は2014年8月6日強化指定選手の就職支援を行う協定を結んだと発表しアスナビに障害者選手も登録するとした JOC と JPC の協定締結は初めてのことである競技志向が高まるとともに 予算とメダルの関連が強く出ており、1996年、アトランタパラリンピックで日本のメダル獲得順位は10位だったが、ロンドン大会では24位に落ちた。ロンドン大会で国家予算を障害者エリート選手にかける中華人民共和国のメダル獲得順位は1位、ロシアは2位、ウクライナは4位になっている。日本では2014年度から、 スポーツ振興の観点から行う障害者スポーツに関する事業が厚生労働省から文部科学省に移管された。ただし、障害者の社会参加やリハビリテーションの観点から行う事業は厚生労働省の所管に残された。2011年に制定されたスポーツ基本法の不足では、スポーツ庁の設置が検討課題とされ、2020年、 東京オリンピックパラリンピック開催決定を受け2015年度に文部科学省の外局としてスポーツ庁が設置されたアメリカやイギリスではアメリカ同時多発テロ事件以降増加した少威軍人とその保障費が増加していることもあり社会的な自立を促す政策として大会で実績を残した少威軍人に対しスポーツに洗練できる環境を用意しているアメリカ陸軍では 障害を負った兵士を専属選手として雇用し続ける体制も整えている。2014年9月から10月にかけて日本財団パラリンピック研究会が笹川スポーツ財団の協力を得て6カ国で行った調査では日本でのパラリンピックの認知度は98.2%であった。またドイツやフランスでの認知度も95%以上であった。 アメリカや韓国での認知度は7割程度で、特にアメリカでは内容まで知っている人は2割台であった。パラリンピック競技の内メディアを通じて感染可能な競技は車椅子バスケットなど一部の競技に限定されている。2014年に日本財団パラリンピック研究会が6カ国で行った調査ではパラリンピックの25競技のうち14競技で 感染経験者が1割未満にとどまった。6カ国平均で感染経験者の多い競技を並べると、車椅子バスケットボール、陸上、水泳、車椅子テニス、アルペンスキーの順になっている。なお、日本では車椅子バスケットよりも車椅子テニスの感染経験者が多くなっている。欧米2014年の日本財団パラリンピック研究会の調査では、アメリカ、ドイツ、 オーストラリアでは、いずれのメディアでもパラリンピックに接したことのない人が多かったが、若年層では、インターネットや新聞でパラリンピックに接したことがある割合が高かった。日本日本では、長らく、障害者スポーツは一般に馴染みがなく、社会参加やリハビリテーションの観点からしか捉えられていなかったため、取り上げられたとしても、新聞では社会面に掲載され、 スポーツ欄に掲載されることはなかった。当大会も1990年代半ばまでは一般に馴染みがなくほとんどメディアに取り上げられなかった。1996年アトランタパラリンピックでは車椅子マラソンにおいて男女とも日本人が銀メダルという快挙もあったが民放テレビや一般誌ではほとんど報道されなかった。1998年の長野パラリンピックの開催を機に いくつかの競技が NHK の BS 放送で中継され、品の毎日新聞が詳細な報道を行った。またアイススレジスピードレースに出場した土田若子らスター選手も現れるようになった。2000年以降、車椅子テニスのプロ選手である国枝慎吾が年間の4大大会全てで優勝するグランドスラムを成し遂げたり、ボストンマラソンやベルリンマラソンなど、 海外主要マラソンの車椅子の部での日本人の優勝などが一般市においてもスポーツの結果として大きく報道されるようになった。2008年以降 NHK はオリンピック報道と同じテーマ曲を使用している。2012年ドンドンパラリンピックにおいてはヤフーをはじめとしたインターネットのサイトにおいてもスポーツとしての特設サイトが設置されリアルタイムで結果が掲載された。 2013年9月に東京オリンピックパラリンピックの開催が決定したことでパラリンピックという言葉が完全に市民権を得た。また、この招致活動においてブエノスアイレスで行われた IOC 総会の最終プレゼンテーションでスピーチを行った義足のスプリンター佐藤誠会にも注目が集まり、彼女が2014年のソチパラリンピックの 聖火リレー奏者を務めたことが大きく報じられた。2014年のソチパラリンピックでは NHK が初めて地上波で開会式を中継することが発表された。YouTube でも開会式をライブ配信を行った。2016年リオデジャネイロパラリンピックでは次回の2020年東京パラリンピックの開催を念頭に置き、これまで以上に放送体裁を強化し、 現地のナイトセッションで行われる注目競技を総合テレビラジオ第一放送で生中継を中心に放送するほか総合テレビでは連日22時台を中心にパラリンピックタイム E テレでは20時台を中心にみんなで応援リオパラリンピックと題して競技のダイジェスト中継を実施した特に E テレのそれはユニバーサル放送と称して競技の実況に聴覚 言語障害者向けにワイプ画面による手話通訳とリアルタイム字幕放送、視覚障害者向けにも競技場面やルールなどの解説放送を交えながら、障害者にも楽しめるような内容を提供している。西ドイツ発行のパラリンピック切ってこれまで多くの国々から発行され、障害者スポーツへの社会の理解と認識を深めるための周知活動の一翼を担っている。 初のパラリンピック切手は1964年にアルゼンチンから発行された東京パラリンピックの記念切手である。日本から発行された初のパラリンピック切手は1998年2月に発行された長野パラリンピックのものでアイススレッジホッケーが描かれている。ちなみに2002年8月には世界車イスバスケットボール選手権大会の記念切手が発行されている。 2012年ロンドンパラリンピックでは、イギリスは自国のパラリンピックチームが金メダル獲得すると24時間以内に記念切手を発行するという企画を実施した。日本でも2016年リオデジャネイロパラリンピックでは、自国から金メダル獲得選手が出た場合には、翌日に記念フレーム切手を発行するという企画を行っている。 ソウル大会よりオリンピックと同一の開催地になってからパラリンピックへの注目が増し障害者スポーツの認知度が向上したことにより問題も発生し始めたその主な原因はオリンピックと同様にメダルを取れるかどうかで注目度が全く違うためいわゆる勝利史上主義的な姿勢が指摘されているドーピング・ドーピング検査はソウル大会から実施されオリンピックと同様 厳格に実施されているが、選手が常用する医薬品に禁止物質が含まれている場合、禁止物質を含まない医薬品を処方してもらうか、治療目的使用に係る除外措置を国際競技連盟に申請するなどの対応が必要となる。ブースティング・ブースティングとは、意図的に引き起こされた自律神経過反者のことで、ドーピング禁止行為には含まれてはいないが、i p c ハンドブックなどにより、 禁止行為とされている、精神的、心理的興奮を促し競技能力が高まることがあるとされるが、脳出血を引き起こす可能性があるなど命に関わる危険行為である。器具シャイスや義足などの器具を使う競技において、最先端の器具は、スポーツ医学や人間工学、機械工学、材料工学などを駆使し、選手の体格に合わせたオーダーメイドで製作され、 軽くヒットするようになっている。これらの器具は数十万円から100万円以上と高額になるが、このような器具を変えるのは経済的に豊かな選手のみであり、結果的に途上国よりも先進国の選手が有利になってしまいがちである。日本では生活用義足に医療保険が適用されるが、スポーツ用は一切適用されず、個人で全額を負担しなければならないため、 金銭的理由で出場を諦める選手も出ている。1988年ソウルパラリンピック以降、オットーボックによる車椅子、技師などの無料修理工場が整備され、技師総具師などが少なく、費用も高い開発途上国の選手にとって、これらのサービスが無料利用できることは、大会への参加動機にもなっている。障害の偽装2000年のシドニー大会男子バスケットボール知的障害クラス。 金メダルのスペインチームに障害者を装った健常者がいたことが発覚し、2002年のソルトレーク大会から知的障害者クラスを実施しないことになった。これは IPC 加盟団体であるイナズフィドが障害の選手資格の基準を再度明らかにし、各国の国内パラリンピック委員会とも調整を行わなければ復帰は難しいという状況を明らかにしたからであり、 これから先の大会で実施するかどうかは、その都度各国 NPC の競技運営のモラル次第という厳しい結果となった。その後、2012年開催のロンドン大会では、知的障害者クラスに関し、障害認定の厳格化等の条件を満たしたと IPC から承認を受けたいくつかの競技、種目が再び実施された。IPC はロンドン大会では、 医師の証明書や実技試験を課す国際基準を作成したが、実効性には疑問の声がある。商業化観客が増え、ロンドン大会では史上最多270万枚のチケットが売れ、約4、500万ポンドの売り上げを記録。オリンピックと異なり、会場広告が許されている南アフリカ共和国のオスカー・ピストリウス選手は、数多くの CM で巨万の富を得ている。一方で、 オリンピックに比べ強化費が少なかったり、助成金やスポンサーが集まらない選手も多い。また、競技に参加どころか生きること自体が難しい国もある。報奨金各国が、報奨金で障害者スポーツ振興を図っているが、日本でもジェイプスサが実施し、2008年北京パラリンピック以降の金メダリストに100万円、銀メダリストに70万円、銅メダリストに50万円が贈られた。 後に増額され、2014年ソチパラリンピック以降の、金メダリストに150万円、銀メダリストに100万円、銅メダリストに70万円となった。将来的には、日本オリンピック委員会の報奨金と同額とすることを目標にしているが、財源確保のための共産企業の確保を、いかにして行うか、そのためには、大会自体のブランド価値を高めるという課題が残る。時代により、 選手層の変化が指摘されている。元兵士の選手アメリカ同時多発テロ事件以降は、アメリカと同盟国の軍事行動により、体に障害を負った、将異軍人が増え、原点回帰とも言える状況となっている。兵士は障害者となる前からトレーニングを積んでいるため、基礎的な身体能力が高く、障害を負ってからスポーツを始めた者より優位との見方もある。ありがとうございます。